さあ、それではコーナー行きましょう。担当大臣。あ、担当大臣行きますか。はい、皆さんにいろんな担当大臣を考えてもらうコーナーでございます。読まれたら初採用ネーム、貧血満シュワイ。ちょっと待って。ちょっと待って。待て。貧血満載だ。かっこしっくりくる髪型がないのよと。知らねえけど。なんで初採用のふりしてんだよ。太田さん、ラブドールコレクター、こんばんはなのよ。笑っていいとも担当大臣、タモリ君。もうさ、意味ないでしょ、それもう。大臣とかじゃないじゃん。司会でいいじゃん、別に。ラジオネーム、棚からぼったぼた。うん。太田さん、ゆうじちゃま、こんばんは。19歳の学生です。うん。にらみつけ担当大臣、うん、ベートーベン君。まあまあまあ、ね、音楽担当大臣してやれ。本当そうだよね。リスペクト、マリア、うん、かっこガールズバンド、うん、&爆笑さんネーム、火曜どうですか、うん。太田さん、かつて、マノン、ナオンのヤホンに、ピンクサファイアのメンバーとして出たことがある人、こんばんは。出たことねえよ。ピンクサファイアのメンバーとして。無駄話担当大臣、コンチョン先生くん。難しい、こいつの。いやいや、校長先生でしょ。ラジオネームファンタスティック原田、はい、太田さん、チンコこんばんは。チンコっていうね、人のこと。飲み足らない担当大臣、うん、ヤクルトくん。だけどあれヤクルトいっぱい飲もうとすると違うんだよね、これはこれね。ラジオネームジンジンジンバブエ、うん、胸のドキドキ担当大臣、うん、片思いくん。もうさ、なんだよ、それはよ。人でも何でもねえだろ。赤飯担当大臣、思春期の女の子。もういいよ、もう別に。可愛い担当大臣、赤ん坊くん。もう、これ、意味あるか、このコーナー、本当に。坊でいい。ええ。坊くん。赤ん坊くん。ラジオネームチポンコ。バナナの形をした CCD カメラ担当大臣、山田邦子くん。懐かしい、ね、山田かつてないか。バナナ大使、バナナ大使、バナナ大使か。だったね、バナナ大使。イニシャルトーク。いや、そうそうそう、そういう時ですね。バナナ大使、バナナ大使だ。あったら俺らもう一回出たよな。出ましたね。イニシャルトークやりました、ね、やってね。嫌いなバンドの話題でイニシャルトークして X って言って言ったの覚えてます、ええ、もう20年ぐらい前だと思う。ラジオネームパークル、うん、お色気ドッキリ担当大臣、うん、大川栄作君。これはそうだよ、もう完全に担当大臣だったもん、本当に。ダンス担当大臣って。お母さんね。お色気ドッキリ、確かに。お色気ドッキリ、ね。必ず視線が胸元に行ってしまうという。はい、旅館、ね、旅館の中井さんがおっぱいにした。もう、視線がちらっちゃっちゃ胸元に行って、ね。何度もそれを繰り返されていましたけど ね。ラジオネーム、三つ子のおばあちゃん。うん、バタフライ、太田さん。実は、ミラクルおっぱいもみもみな人、こんにちは。そうね。ウーチャカに嫌われる担当大臣、うん、高城剛君。嫌ってはないですからね。嫌ってわけじゃないよ。何なのあいつ。いやいや、じゃああいつ何してんのかなっていうのは思った。これは何なのあいつ。いや、じゃあ嫌ってるじゃなくて不思議な。嫌ってるでしょ、どう考えても。まあ別に好きかどうかは言ったら別にその好きではないけど。嫌いだよね、どっちか。嫌ってはないですよ。大変な嫌いようで。そんなことないですよ。ただ結構みんな思ってるのが、あの人本当何をしてる、ハイパーメディアクリエイターってなんだろうっては思うじゃない、うん。そこを言いたかった。なんか、南の島とか行ってさ、日食追いかけてさ、相当言ってたよね。あいつ何なの。そうね。ラジオネームパークル。うん、ミステリーサッカー担当大臣、海老名緑君。
担当大臣じゃねえ。それ書いてねえ。ねどうしたんだろうな、ミステリー作家転校するって。お前が一番ミステリー。あれが本当ミステリーでしたよね、本当ね。うん、おは。